ズ和田オネア。見事正解されると1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日電話ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。サービス問題です。ですから絶対に当ててください。今日はアッコさんが出演された懐かしのドラマの話で盛り上がりました、はい、先日アメトークでも取り上げられました、うん、その中でアッコさんがご主人を亡くされて泣くシーンがとても印象的だったドラマは次のどれでしょうか、はい、ちなみにいずれもアッコさんが出演されたドラマのタイトルです。なるほど。1番後ろの正面だあれ、はい、2番ひまわり戦争、はい、3番俺はおまわりくん、はい、4番スクールウォーズ。4択です。いろんなドラマに出演されてますから。そうですね、ですね、はい、先ほど取り上げた話題になったドラマはもうこの中の一つです。3回目で出てください。あれ、はい、出ないと、あら、おやおやおや、あと1回出てください。あれ、もしもし、あ、もしもし、はい、和田と申しますが、はい、船橋市の、こちらも和田です。ね、あら、言っちゃっていいの、下の名前言おうと思ってたの。和田さんですね。あ、よかった。聞いてましたか？あ、最初の方聞いてたんですけど、今ちょっと出先で。あ、出先。はい。でも4つしかないですから。ね、はい、ね。落ち着いてらっしゃいますし。はい、今の問題の答えは何番？勘でいきましょう。勘で答えてください。さあ時間ないからね、あれだけどね、偶数、はい、偶数です。和田つなぎでもうこれ以上言わない、偶数です。じゃあ2番でファイナルアンサーファイナルアンサー、残念4番なんです。あらららら、ダメですね、聞いてないとね。いやーでも出先じゃんね、はい、でもきっとまたチャンスありますから、うん、また取らせてください、メールくださいね。はい、はい、ホリプロ特別番組見ましたという、ね、はい、和田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうですね、ということは来年、あ、来年じゃない来年まで待てるわ来週2万円ですね、はい、以上、はい、クイズ和田オネアでした、はい。